なちゃんのいいところばかり映して人気者になってもらいましょうね。そう言ってローラはルナさんを抱き寄せた。ルナさんはうつむき加減に嬉しそうにはにかんでいたわ。いやー、正直安心したよ。最初は私はスタジオの中にも入れてもらえないんじゃないかと思っていたからね。ルナがどんな風に撮られるのか、何かまずいことを喋ってしまうんじゃないかとずっと不安だったから。そばで見ていられるし、ダメ出しもできるんじゃ親としても安心できる。ローラさん、本当に何から何まで感謝します。いいのよ桜井さん、私も桜井さんのお店には流行ってもらいたいから、ルナちゃんと一緒に頑張るわ。ローラが話していると、どこからかあのプロデューサーが現れたわ。さあそれじゃあ始めようか。おっと、忘れるところだった。ルナちゃんのお父さんには契約書にサインしてもらわないとね。ルナちゃんが未成年なもんで、お父さんのサインをお願いしますよ。そして何やら細かい文字でびっしりと書かれている数枚の紙を差し出してきたの。サインですか？桜井さんはなぜ契約書があるのかわからず、少し言葉を詰まらせた。でもプロデューサーは巧みにガオを作ろって安心させたわ。なに、時代が変わってしまいましてね。最近はテレビよりもネットの方が情報が早いもんでね。そのため我々テレビ局は情報を口外しないように、出演者の方々といちいち契約書を結ばなきゃならんですよ。そうじゃないと、どこそこのテレビに出演してあんなことやこんなことを喋ったなんてブログでポロッと書かれちゃうんですよ。ああ、なるほど、わかりますよ。私もパソコンは苦手なんですが、そういう時代だっていうことは理解できます。大変なんですね、テレビ局も。桜井さんはプロデューサーの言葉に納得し、契約書をろくに読みもせずサインしたの。いや、まあ、それでね、余計なこと書いてあるんだよね、きっとね。それでどんな番組なんでしょうか。やっと桜井さんの質問にプロデューサーは笑いながら答えてくれたわ。ああ、情報番組ですよ。今度始まる新番組でね。突撃情報リサーチ110番って名前なんですよ。毎回旬な話題を取り上げて、ゲスト、コメンテーターがディスカッションしていくバラエティ型エンタメですよ。ああ、そうなんですか。うなずきはしたものの、あまりテレビを見ない桜井さんにとっては、プロデューサーが何を言っているのかさっぱりだった。それでも真面目そうな番組なので一安心したの。でね、今日はルナちゃんが主役の VTR 撮りなんです。ルナちゃんの話を青木ローラさんが聞き役になり、感想を述べます。そして後日その VTR を見ながら、ゲストの皆さんであれやこれやと喋るわけです。毎回豪華ゲストを呼びますから盛り上がりますよ。だから今日はローラさんしかいなくて、なんとなく殺風景でしょ、ははは。確かに言われてみれば、大きなスタジオなのにカメラは数台、セットも簡素な作りで粗末なものだった。それですぐに撮影は始まったの。最初ルナさんは緊張していて、すぐに泣いてしまったり、うまく話をすることができなくて、何度も何度も撮り直しが行われたわ。それでもスタッフは根気よく撮影を続けた。緊張をほぐすために、どうでもいいような関係のない話がいくつもなされたわ。ローラが質問して、ルナさんがそれに答える一問一答形式の撮影よ。月曜から金曜日までルナちゃんは何をしているの？学校に行っています。ルナちゃんは学校が好き？はい。学校で嫌いなお友達とかいる？いません。いじめっ子はいる？いません。そう。じゃあ、ルナちゃんがお友達にしてはいけないことってある？仲間外れです。他には？いじめとか。他には？意地悪とか。それでルナちゃん、お母さんは好き？お母さんはいません。お母さんはどうしちゃったの？私が小さい時に亡くなりました。そっか。じゃあ、ルナちゃんはお家では誰の代わりをしているのかな？お母さんです。はっきりとお母さんの代わりですって言ってくれるかな？はい、お母さんの代わりです。お母さんに会いたい？
でもあんまり記憶がないからわからないです。じゃあお父さんには会いたい？会いたいです。お父さんが仕事をしているとき、ルナちゃんはどう思っているの？寂しいです。だったら新しいお母さんとか欲しいんじゃない？いりません。どうして？もしかしたらお父さんは新しいお母さんが欲しかったりして。そんなことありません。私一人で全部できます。ごめんなさいね。そうよね、ルナちゃん一人で何でもできるものね。はい。そういえばルナちゃんって嫌いな食べ物はあるのかな？ピーマンかな。じゃあさっきと同じように聞くわね。ピーマンは好き？嫌い。嫌いってどれくらい嫌いなの？見るのも嫌、気持ち悪い。あーちょっと待った、これさ変な風に編集してカットしてさ、お父さんのことは嫌い、嫌いってどれくらい嫌いなの、見るのも嫌、気持ち悪いみたいなさ編集するんじゃないの？でもなんでそんなことをする必要がって言ったら、やっぱ専属にならねえとか、まあ、腹いせなのかな。じゃあピーマンなんてなくなっちゃえばいいと思う？うん、ない方がいい。ルナちゃんはお父さんのこと大好き？うん、大好き。じゃあもう一つ聞いちゃおうかな。ルナちゃんは大好きなのは？お父さんです。ルナさんの緊張がほぐれ自然と笑えるようになるまで、そんな他愛もない質問がいくつも続いたの。その甲斐あってか時間はかかったけれど、ルナさんはカメラを向けられてもいつもと同じように自然と振る舞えるようになったの。さすがにプロだわ。それからの撮影はあっという間に進んでいった。本番の撮影にはほとんど時間をかけず、出演者をリラックスさせ本来の力を引き出すことにたっぷりと時間をかける。桜井さんは業種こそ違えどプロの手際いい仕事のやり方に感心し納得した。撮影は何も問題なく終了したわ。緊張がほぐれてからはルナさんも終始ご満悦の様子だった。それじゃあ3日後に VTR の編集ができるから、その時もう一度局まで来てちょうだいね。最後にローラと握手をして3日後に再び訪れる約束をし、桜井さんたちは帰った。そして3日後、約束の日、桜井さんは午後からの仕事を休んでルナさんと一緒にテレビ局を訪れた。テレビ局ではあのプロデューサーと青木ローラが待っていた。二人は桜井さんたちをにこやかに迎えたわ。こんにちはルナちゃん、この前の VTR 完成してるわよ。ローラの言葉にルナさんは恥ずかしそうにはにかんだわ。それじゃああっちの編集室で一緒に確認しましょうか。はい。ローラに促され、桜井さんとルナさんは後をついていこうとした。でも桜井さんはプロデューサーにそっと腕をつかまれたの。すいませんが、まだ放送前の VTR をお見せすることはできないんですよ。いくらお父さんといえど、その辺は契約書にも書いてありましたし、ご遠慮ください。ルナちゃんとローラさんが VTR の確認をしている間、お父さんは私がテレビ局を案内しましょう。結構ね、見学可能なスタジオもありましてね。そうだ、確か今芸能人モノマネ大運動会の収録をやっているはずだ。行ってみましょう。彼は桜井さんの意見など聞かずにルナさんと反対方向に引っ張っていったわ。もう無理、もう怪しい、もう何すんのやめて。心配そうな桜井さんにルナさんは元気よく手を振った。パパ、私なら大丈夫、パパも楽しんできて。そして二人は編集室と張り紙のされた一室に消えていったの。編集室の中はこの前ルナさんが通された控室とあまり変わりなかった。片隅にテレビが置かれていて、あとはガランとしていたの。ローラは何も言わず、手にしたテープをテレビの横に置いてあるデッキに差し込んだわ。しばらくすると画面にルナさんのアップが映し出された。あ、私だ。お姉ちゃん、私が映ってる。なんか変な感じ。ルナさんはテレビを見つめ、照れくさそうに両手をほっぺたに当てたわ。ローラは何も答えず、じっと画面を見つめていた。
画面には撮影時と同じくローラとルナさんが向かい合うようにスケを挟んで座っている姿が映し出された。今私の前には心に闇を抱えた一人の少女がいます。私は今回問題となっている美容院でこの少女と出会いました。そして彼女の心の叫びを聞いてしまったのです。ほらもうおかしくなってる話が。私は彼女のことが心配でなりません。なんとか彼女を救いたいのです。それでは彼女にいろいろと質問してみたいと思います。あ、映像出てきた。早速だけれどルナちゃんはお父さんをどう思ってる。ほらほらほら、どうしてルナちゃんの大事なお父さんでしょ。見るのもいや気持ち悪い。そこまでお父さんが嫌いなんだ。お父さんはルナちゃんに何かするの。はい。どんなこと。いじめとか。ひどい。お父さんルナちゃんをいじめたりするんだ。意地悪とか。つらいねルナちゃん。誰か守ってくれる人はいないの。いません。学校には。いません。お友達はいないの。いません。学校でルナちゃんはみんなと仲良くしてるの。仲間外れです。え、そんなこと言ったの。かわいそうに。ルナちゃんは学校でもいじめられ、家でもいじめられているんだね。寂しいです。お母さんは。お母さんは守ってくれないの。お母さんはいません。お母さんはどうしちゃったの。私が小さい時に亡くなりました。ひょっとしてお父さんはお母さんにも意地悪とかしていたのかな。最低なんだけど、マジで。もしかしたらそういうこと。そんなわけないじゃん。じゃあルナちゃんが今いじめられているのはお母さんの代わりなのかしら。はい、お母さんの代わりです。正直に教えて。ルナちゃんはお母さんが死んだのは誰のせいだと思っているの。お父さん。そうだって笑顔になってんじゃん。お母さんに会いたい。会いたいです。今でもお母さんのことが大好きなの。うん、大好き。ルナちゃんはお父さんがいない方がいいのかしら。いりません。本当にお父さんはいらないの。うん、ない方がいい。でもお母さんもお父さんもいないなんて大変よルナちゃん。そんなことありません。私一人で全部できます。そこで二人の対話は終わり、頬を涙で濡らしたローラのアップになったわ。皆さんいかがでしたか。この少女ルナちゃんは父親から激しい暴力を受け、学校でもいじめに遭い、もはや心を開くことができない状態になっています。しかも恐ろしいことに、この父親はアフロディーテという名前の美容サロンを開き、表向きは人当たりのいい優しいヘアスタイリストとして評判を得ています。そしてさらにこの恐ろしい悪魔は以前妻にも暴力を振るい死に追いやっているのです。こんな悪魔を野放しにしていていいのでしょうか。私はこの悪魔からルナちゃんを救いたいのです。皆さんの力を貸してください。お願いします。マジ最低なんだけど。涙ながらに訴えるローラの姿には危機迫るものがあったわ。最初は嬉しそうに画面を見つめていたルナさんはその展開に我を忘れ、ぼんやりと画面を眺めていたわ。何ですかこれ。私こんなの撮ってない。テープが止まり、画面が消えるとルナさんは立ち上がり体を震わせたわ。